使ってるんで、もうワイフィッシュオンさんですか。こんにちは、宮田さん。はい、こんにちは。作品持ってきてくれましたね。あれ、これ違うの一台入ってる、これ。そうですね、これはヘタピ少年さんのドリキンゴですね。違った入ってますよ。さっきから気になるんだけど、ホイールさ、どうやって作ってるのこれ。これは普通にワイドホリー、この NSX はワイドホリールなんですけど、これは塗り分けで作りましたね。綺麗に塗ってあるね。そうですね。塗装うまいですね。いやそうでもないですけど、自分不器用なんで。いや綺麗ですよ。あと色合いがなんか全体的にいい感じ。2、3日かけて塗装は頑張ってやってるんで。あ、やっぱそうなんですか。赤でも違う感じの赤ですよね。そうですね。この34のホイールは34はこれもう固定式なんですけど、ネットで買ったやつなんですよ。あ、そうなんだ。はい。フカリムでね、いいね。そうですね。この86はこれフロント全部パテ盛りですか。そうですね。細かく作ってあるわ。この FD はこの FD は、知ってる人いるかもしれないんですけど、群馬にイーズガレージっていうプリン屋さんがあるんですよ。でそのプリン屋さんの社長が乗ってるのがこの赤い FD で、イーズガレージって結構最近にオープンしたんですよ、でそのイーズガレージ の、あのオープンを記念して、その作りたかったんで、そのイーズガレージのオープンに、揃えて作りました。実写もゴールドのアルミなの。あ、そうですね、はい。まあこういう感じのホイール入ってるんですけど、まあこれは普通にあのトミカープレミアムのあのホイール普通に塗っただけなんで。ホイールがかっこいいな、どれもな。FC もありますね。そうですね、これはあの細部塗装しかしてないんですけど、まあリトラのとこのここと、まあフロントのこの細かいところ、であとサイドのウィンカーのここ、であとホイールもともとこれ全部シルバーで塗られちゃってるんですけど、この穴のところを、黒く塗ったり、そうですね、黒く塗って、であとテールを塗ってました。あ、いいね、それだけですね。まあ、細部塗装もね、やると全然違いますよね。全然変わりますよね、印象が。ちなみに、あれは一番のおすすめなんかあるの？まあ、おすすめはその、そうですね、3、4ですかね。だと自分なりにはちょっとこの86が気になる。やっぱいいよね、この86、俺も目についた。かっこいい。これは後期仕様だね。そうですね。やっぱ86ってこういうシルバー系もいいね。そうですね、白黒もいいですけどね。シルバーが似合う車なかなかないもんね。はい、宮田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。